業生物資源研究所、農業生物先端ゲノム研究センターの、インフォーティクスピントのユニット長を務めております、伊藤武先生です。伊藤先生を簡単にご紹介させていただきますと、奈良先端科学技術大学院大学で学位を取られた後に、ペンシルバニア州立大学、国立遺伝学研究所、産業技術総合研究所を経まして、現在は農業生物資源研究所のユニット長を務めておられます。本日は伊藤先生が中心となって取り組まれている、農林水産物省におけるデータベース統合の取り組みである、画期的な農畜産物作出のためのゲノム情報データベースについてお話しいただきます。では伊藤先生、よろしくお願いします。どうもご紹介いただきありがとうございます。私はですね、農林水産省として今年度から動き出しているデータベースのプロジェクトに関しまして、全体の概要を紹介させていただこうと思っております。で、本研究はこの農林水産省の画期的な農畜産物作出のためのゲノム情報データベースの整備というプロジェクトで動いておりまして、この中で、農林水産省のデータベースの取り扱いはもとより、その文科省を中心とした、全体的なデータベースの統合というところにも協力するということになっております。またこの後ですね、このプロジェクトの詳細に関して、当研究所の宮尾明夫のポスター発表もございますので、そちらも参照していただければ大変に幸いです。まず本研究の背景としまして、我々が何をやってきたかということをご説明いたします。農業生物資源研究所では、各種のいわゆるゲノム研究というものをやってきております。ここでは植物、昆虫、家畜というさまざまな分野で研究をしておりまして、この成果をデータベース化していると。で、その中で、一番初期で動き出したのが植物系の稲ゲノムの研究でありまして、ここにありますように2005年に論文発表、配列の、完成したら2004年に完成というのでやってまいりました。これでゲノムの配列が出ますと、それを利用するために当然、データベースの整理、またデータの解析をして研究者にそれを提供するという仕事が必要になりますので、このゲノムのアノテーションのプロジェクトというものを別途動かしてきたわけです。またこれ以外にもですね、例えば昆虫におきましては蚕のゲノムプロジェクトというものを日本で推進しまして、これに関しては中国との共同で一つのゲノムにして発表したと。で、蚕に関しましてはさらに日中その他世界各国の研究者を取りまとめてアノテーションを行うという研究活動が現在も続いております。これ以外にも、家畜系では、豚のゲノム、あるいは EST の、配列決定やデータベースの整理ということを行ってきています。これで、中核となるいわゆるリファレンスのゲノムというものを決めてきているわけですが、それ以外にもさまざま研究活動は展開しておりまして、例えば、比較的最近ですと、当初からコシヒカリのゲノム配列決定をして公表したと。で、ジャポニカのリファレンスのゲノムは日本バレという実験でよく使われている品種を決定したわけですが、我々が日本で食しているのは一番コシヒカリが多いということで、やはり研究者もコシヒカリのゲノムが欲しいということで、これに関してはいわゆる次世代シーケンサーで配列決定をして多様性解析をするというようなことをしておりますし、またそれ以外にも、アジアではなくてアフリカの、異なる種の稲のゲノム配列決定を行って最近発表をしてきています。でさらに、穀類で言いますと私が直接関わっている範囲だけでも大麦、小麦といったところで、研究を行っておりまして、大麦のゲノム配列決定というところでは国際コンソーシアムの一員として動いておりますし、また乾電池 CDNA 配列に関しましては当研究所
独自で、大量に決定してこのように発表しているということで、まずリファレンスのゲノムを決めるというのが、まあ、大体10年ぐらい前から5年ぐらい前までというので中心だったんですが、最近ではそれに関連する種あるいは多様な生物種の配列を蓄積するというところで、そういったものを利用して比較解析をし、データベースを作成していくというのが僕の活動の中心になってきています。で、こういったような成果を受けてですね、我々はもちろんさまざまなデータベースを作成してきているわけです。ただ当初はやはりそれぞれの研究者がそれぞれの責任でそれぞれの興味に応じてデータを発信するという形で、かなりバラバラでデータを出していたと。で、塩基配列を出しているところとタンパク質の配列をやっているところでは別ですし、また表現型の情報をこう整理すると、農学系ですとその QTL の情報なんかが非常に重要なわけですが、そういうところも全く別にやっているといったような状況がありました。それで、農水省としてそのゲノムの情報を統合する必要があるということで、このゲノム情報統合データベースというものが始まったわけです。で、これに関しましては先ほど高木先生からもご紹介がありましたが、5年間、ずっとやってきておりまして、ここの目標としては有機的に情報を統合して、利便性を向上するというところで、全体のポータル、さらにはいろいろな生物種において、統合したようなブラウザーを作成するという活動を、ずっとやってきたわけです。で、ここにおきまして、皆様ご存知の通り、ゲノム解読が新しい段階に入りまして、配列の作成のスピード、生産のスピードというのが非常に高速になったということがあります。ですので、出てきた情報を単にそのまとめて提供しますというだけでは、研究者の要望に十分応えることができないというところで、そのデータをどこかで、生データ自体を取りまとめて、面倒を見る、あるいは配列解析のお手伝いをするというところも必要であるというふうに認識されるわけです。ですので、こういった膨大な情報をうまく利用して、非常に競争の厳しいこのゲノム研究の分野で、研究者たちが勝ち抜いていくためのこう支援をするための基盤が必要であるということで、これまでのようなデータベースの運用というものを改良しつつ行っていくというものはもちろんやりますが、それ以外にも、こういう非常に大量の塩基配列を中心としたデータを処理するというところでも支援をしていこうというところで柱を立てまして、実際の現場の研究者がストレスなく作業できる環境を提供するということを目指して今年度から動き始めています。この研究に関しましては、私が所属しております農業生物支援研究所というところで、ゲノム情報リソース、あるいは植物昆虫、動物という各分野の主要な研究者がおりますので参加しておりますし、また、作物研究所では特に稲の品種特性といった表現型の情報を集める全日本的なネットワークがありますので、この2機関で共同して、グループを構成しております。それですね、これまでのデータベースというのは、ここに書いてありますように、非常にたくさんのものを運用してきました。で、全体のポータルもありますが、植物系で、特に稲のデータがたくさんある植物系、昆虫、動物、あと一部微生物、その他ということで、非常にたくさんの、いわゆるデータベースというものを運用してきています。で、数え方にもよるんですが、大体40かそれぐらいのデータベースはあると。で、こういったものに関して、まず一般的な意味でデータベースセンターとして活動するためにですね、安定的に切れ目なく運用するというための体制は整えております。で、これに関してはこれまでも非常に長期間やってきておりますので実績はあると。で、さらにここで、いわゆる統合データベースプロジェクト全体の問題となっているものとして、受け皿となる場所が欲しいと。具体的にはプロジェクトが終了してその後続けるのが難しい、ハードウェアが維持できない、あるいはデータがあるけれどもうまくそれを公表できないというところで、そういったデータを受け入れて我々のところで農学系の研究機関としてデータを運用するという機能も一つになっております。
ここで、我々のプロジェクトとして明示的に記載されている事項がいくつかあります。ここでこの文科省系の統合データベースとの連携というもので2つありまして、これも先ほど紹介がありましたデータベースのアーカイブ活動というものをしておられますので、ここと具体的に一緒に作業しようということで、これに関しては担当者の方と実際にお話をして作業を始めております。で、こういったデータの形式というものはすでに分かっておりますので、このガイドラインに沿ってデータを再編成して加工するという形で、お渡ししようということで作業を始めております。で、ここで、我々も先ほど申しましたように非常にたくさんのデータベースがありますので、どれをどういう形で渡すかという部分の整理が必要でして、これに関しましては中身もさることながら、関係者の了解を取る、あるいは権利の問題を整理するというところで、非常に煩雑な作業もあります。そこでまずは、いくつか選定してできるものから順番にお渡ししようというところで、実際に、今選びましてその作業を開始して連携して動いていこうという形に持っていっています。で、将来的にはある程度動き出せば、データベースの変更があったような時など定期的にアーカイブ化をしてデータを渡せるような形にしたいという形で、確実にデータの受け渡しを行えるようにするというのが最終目標です。で、もう一つ、データベースの横断検索機能に関しても連携するということが明示されておりまして、これに関しましても、文科省系の研究と連携するようにということで、当初の記載としては、ハイパーエステレイヤーを使った検索エンジンだというので、これのインデックスを作成するということになっております。で、これに関しましてはまだ、具体的な話は、動いておりませんが、できるだけ早めにお話をして、あるいは、場合によってはこの枠に必ずしもとらわれないで実効性のあるデータベースの横断検索機能というものを我々としても協力しながら作成していきたいというふうに考えています。それで、こういった一般的なデータベースの発信に加えまして、先ほど申し上げましたように、非常に大量のシーケンシングの時代になったと。で、1日あたりの配列決定量というのでちょっと図を作ってみましたが、縦軸はこれ対数グラフで、とんでもないスピードで増えたというのがよくわかると思います。で、私がシーケンシングを自分でしていたのは、この辺りで、ゲル板で流していたような時代で、今にして思えば大変だったような気はするんですけども、全くもう桁違いの時代になってしまいました。で、これで、ある意味非常に気軽にいろんな研究者がたくさんの配列を決めるようになったわけです。で、これは、2年ぐらい前だと思いますに撮った写真で、当時は大型のディスクというのも全く、整備できないような状況だったので、小型のディスクをこう持ち込んでは棚に積んでいくというような状況でした。で、これで、こういうディスクも今どんどん増えて、この棚を買う予算も、辛いという、おそらくこれはどこでも似たような経験はされていると思うんですけれども、こういうような状況で、自転車操業ですので、いつまでもこれが続くわけがないと。で、最近のシーケンサーの能力ですと、1回動くともうそれで数テラのディスクを潰してしまうということを確保しないといけない状況なわけです。で、そこで、ハードウェアもきちんと整備しないといけないという状況になっていますね。で、これは少し前にネイチャーメソッドに出たものですが、結局のところ、シーケンシングというのは非常に低コストになって、シーケンサーのベンダーの方も安くなりますよと言って売り込まれるわけですが、実際にはデータの解析のコストというものが非常に増大していて、ある意味我々のところではむしろ高価になっているわけです。それで、今回の今年度からのプロジェクトで、ハードウェアもきちんとこういった状況に対応して整備していこうということで計画を立てています。で、これは今日の時点ではまだ入っていないんですが、この今年度の後半時点で導入をして実際に動作をさすということになっています。で、まずこれまでの資産のデータベースをちゃんと運用していかないといけませんし、今後もこれは増えていくということで、一定の
能力を持ったデータを発信するような公開用サーバーがいると。で大量のデータに対応した解析機能というものが必要ですので、それなりの力を持った PC クラスターというものと、あと大きなメモリを持ったサーバーがいると。で、まあこれが5年ぐらい前ですと、例えば10ギガぐらいメモリがあって足りないということはあまり考えられなかったんですが、最近ではそれが全く足りてないということで、今できるだけたくさん積もうということで2テラぐらいは必要かなと。で、まあ、最近はあまり笑えないような話ですが、メモリの方が下手をするとハードディスクより大きいというような、そんな機械が必要になってきています。そして、まあ、これが中核にある意味なるところで、大型のストレージがいるということで、我らのところでは2ペタ以上、実際には比較的静的なデータを置くところで2ペタぐらい、あと計算で頻繁にアクセスするような高速領域で数百テラといったところを確保したストレージを入れるということになっています。また非常に大量のデータをやり取りすることになりますので、ネットワークに関しては10ギガでつなぐということにしております。で実際にはそのインターネットで外に出ていくとボトルネックはありますので、常にそういう速度が出るわけではないんですが、この違うと、あと我々の事情でシーケンサーを置いている場所と、このコンピューターシステムの場所というのは少し離れておりまして、そのキャンパス間をやはり10ギガのネットワークでつないでスムーズにデータを転送して解析もできるようにしようという体制にしております。ここで、まずはこういうデータが来たら一般的な解析をする、いわゆるパイプラインというようなものを作らないといけないということで、こういったようなプログラムはある意味ある程度は存在はしているんですが、これを例えばウェブ上で研究者の方がアクセスして我々が直接お手伝いをしなくても動けるような形にしたいということで、リファレンスがあってショートリードの配列がたくさん出てきたらこれを比較したり、あるいは新規のアセンブルをしたりということでアライメントを作ってスニップスを明らかにして、例えば DNA マークを自分で作成できるというような形にするというのが一つの目標であります。でこういったようなデータを基礎にして、さらに次に新規の電子予測その他といったところに持っていくと。でここでプログラムを整備するというと単純作業といえば単純作業なんですが、これが非常に重いと。で、既存のプログラムの更新が非常に早いので、これについていかないといけないというので、一例ですが、例えばアセンブラーのアビスですね。これで、比較的最近のアップデートを見ると、1ヶ月とか2ヶ月おきぐらいに更新がされると。で、この分野で必ずしも単独の、プログラムで、それでもう、よろしいという形にはなかなか落ち着きませんので、非常にたくさんのプログラムを同時並行的に追いかけなければいけない。でそれをアップデートに合わせて、更新しながらあれもこれもインストールを苦労しながらやるというのになると、これだけでも、結構大変な作業になってきます。また、こういったような結果に関してはその結果を、BAM とか SAM とか一般的なフォーマットで整理してスニップをこう抽出するというような形にします。それで、ただそういったものを一からサービスを作るというのもこれも非常に大変なことです。で最近では、Galaxy の利用が非常に、増えていて、皆さん使われた方もおられると思います。で、こういう農学系の、次世代シーケンサーのデータ解析というものを担うための Galaxy というものがあってもおそらくユーザーはいるだろうというふうに見込んでいますので、このあたりもターゲットにしてサービスの一環として運用していくということを現在検討しております。でここで、じゃあそういうアライメントその他というものができてその後どうするかというので、我々は農水省所管の研究所としてあくまでその農業上の重要な遺伝子の発見、農業上の貢献ということが求められます。それで、
まあ、情報科学的に、最新のプログラムを開発するということも興味がないわけではないんですが、どちらかというと、既存のものはある程度利用して実際のデータ解析で有用な使える情報を使う、作る、でそれを、研究者に提供するということで、さらにはそういう提供するための仕組みを作って支援をするといったところに、力を置いています。例えば大量の配列が出てくると、今、まあ、興味が持たれているのは GWAS なんかをやって処理をして面白そうな候補領域、もしくは候補遺伝子を取る、あるいはミュータントが出てきたらもうゲノムの配列を全部決めてしまって、どこに関係する責任遺伝子があるかを明らかにするといったような部分で、こういったようなものを、コンピューター、大型コンピューターを、全く普段使わないような研究者の方でも、使えるように支援できるようなシステムを作るというのが目標です。で今後の、予定、まあ、全体の予定ですが、今年度はこれまでの、データベースの、移行、新システムへの移行、維持管理をさらに続けるといったようなところもあります。でデータ解析なんかの部分に関しましては、実際に、もう作ってこれは動き出しています。で、まあ、SNP や FNP を検出するというのも書いていますが、実際にはもうこれをやってほしいというような話もありますので、少し前倒しして動かすようなところというのもありますし、最終的にはウェブサービスみたいなものにして、誰でも使えるような形で提供していきたいと。で、先ほど申し上げました横断検索とかアーカイブ機能というものに関しても動き出していますので、この辺も実際にデータを提供して関係機関とやり取りしながら完成させていくというところを目指しています。で、こういったバイオマティクスの基盤を持って大量の情報処理、データ発信、データ検索というものを支援して農学系の重要遺伝子研究を加速するということをやっております。で、最後にまとめますと、まあ、非常に多様な重要種で大規模神経診が想定されると。で実際この瞬間もやっておられる方がいますので、解析手法をそういったものに具体的に適用するというものが我々に求められていることです。で、稲や大豆などではすでに大規模神経診のデータが公開をされていますので、まあ、ある意味我々がシステムを作った場合はそういったものでテストをして本当に有用な情報が取れるのかというものを見ながら作っていっているところです。そして、まあ、作物、果樹、家畜、昆虫といったところで、もうこういうものをやりたい、もしくはやりますという話が、ありますので、そういったところの配列の、処理というものにいろいろ対応をしていくというつもりです。で、最後になりましたが、この省庁間連携というものが、求められております。で、アーカイブの作成とか横断検査というものに関して、一部すでに動き出しておりますので、今後、5年弱まだありますが、そこで、一緒に統合してデータを使えるというシステムを作っていきたいというふうに考えております。以上で発表を終わります。ありがとうございます。